新しいミシック武器が間違えて追加されていました。他にもマイダスが削除されていた。今回はこのようなシーズン2で実は消されていたものを紹介していきたいと思います。この動画に高評価さないとフォートナイトのアカウント消されちゃうよ。シーズン2で実は消されていたものを紹介する前に、なんと3月16日でチャプター2シーズン6が始まってから3年が経過しました。おめでとう。チャプター2シーズン6では本格的にジョーンズが IO を裏切り、ファウンデーションがワンタイムイベントで初登場しました。ファウンデーションが所属するセブン関連のストーリーは漫画の方で進んでしまい、多くの人が置いてきぼりになってしまっていると思うので、ぜひまたフォートナイト内でセブン関連のストーリーを動かしてほしいです。みんなもぜひチャプター2シーズン6の思い出があったらコメント欄で教えてください。チャプター5のシーズン2では翼が追加され、移動がありえないぐらい楽になったり、移動だけではなくこの翼で攻撃もできてしまうので、多くの人がぶっ壊れアイテムだと言っています。またこの翼が追加されたせいで消されたものがいくつかあります。そのうちの一つがマンホールです。マンホールは使うと繋がっている場所に移動することができ、金庫などにも非常に行きやすくなっていましたが、シーズン2で追加された翼があればマンホールがなくても簡単に移動ができてしまうため、マンホールは削除されてしまいました。このマンホールが消えたことにより一つのコラボが完全に消滅しました。それがティーンエイジ忍者タートルズコラボです。タートルズコラボではミシック武器やスキンなど多くのものが追加され、マップ上にもタートルズコラボの場所が用意されました。ミシック武器に関してはシーズン1の間に消えましたが、ギリギリタートルズコラボはマップ上に残っていました。しかしシーズン2でその場所に行こうとすると大量の瓦礫によって塞がれてしまっています。タートルズコラボは楽しかったのでぜひまた来てほしいです。タートルズコラボとともに消えたキャラクターがいます。それがジョーンズです。タートルズコラボと同じ地下の場所にジョーンズはいました。ジョーンズはピーリーを救うために様々なことを計画して実行していましたが、シーズン2では先ほど言った通り瓦礫で地下に入れなくなってしまったため消えてしまいました。ピーリーを救えたのは良かったのですが、ジョーンズは生きているのでしょうか？また生きてたとしたらジョーンズは今何をしているのでしょうか？シーズン2になってから戦闘用貯蔵庫が削除されました。チャプター4になってから追加された戦闘用貯蔵庫ですが、今シーズンになってからシャドウブリーフィングが追加され、その中の一つの機能で物資が呼べるようになり、おそらくこの機能のせいで戦闘用貯蔵庫は削除されました。皆さんは物資派ですか、それとも戦闘用貯蔵庫派ですか？僕は物資派。シーズン2のトレーラーに映っていたハデスのチェーンのミシック武器、実は追加されていたんです。なんとチームランブルで物資を開けると報酬としてハデスのチェーンを獲得することができました。しかし物資から出るようになっていたのはミスだったため、現在は削除されてしまっています。もしかするとこのハデスのチェーンのミシック武器は正式に追加された時に物資から獲得できるようになるのかもしれません。皆さんはレーシングモードをプレイしていますか？僕は全くプレイしていません。僕のようにレーシングモードをプレイしていないプレイヤーが多かったのか、チャプター5のシーズン1のバトルパスには車両のスキンがありましたが、シーズン2になってバトルパスを見てみると、なんと車両のスキンは存在していません。おそらくしばらくレーシングモードは消えないと思いますが、バトルパスから消えるほどにレーシングモードの人気はないのでしょうか。チャプター5になってからなぜかあったマリーゴールドの船ですが、この船から削除されてしまっているものがあります。それがボスです。シーズン1ではこの船にボスがいましたが、なんと消されてしまっています。そのためカードキーも入手できなくなってしまい、金庫も開けられなくなっています。皆さんはゴールドを使っていますか？ゴールドを大量に落としてくれる金庫ですが、これはシーズン2で消えてしまっています。
なぜ削除されてしまったのでしょうか。シーズン2ではゾウを倒し挑戦をするといった形でボスが登場するという新たな形になりましたが、シーズン1でいたボスたちは全員消えてしまっています。ピーター・グリフィンやピーリーを誘拐しまくっていたトラなどは全員消えてしまっています。しかしピーター・グリフィンがいた町に行ってみると、なぜかピーターの旗やピーターの像などは残っていました。もしかするとまたピーター・グリフィンは登場するのかもしれません。シーズン2では隠れることができるゴミ箱やトイレが無効化されてしまっています。これはシーズン2で追加された翼での不具合によって削除されたのではないかと言われています。シーズン1でアタッチメントやスコープが追加されましたが、その中の一つがシーズン2で削除されてしまいました。それが2倍スコープです。おそらくシーズン2でサーマルスコープが新たに追加されたせいで削除されたのではないかと思います。皆さんはサーマルスコープと2倍スコープどっちが使いやすいですか。一つ前のシーズンまでは自販機は確定で同じ場所に湧いていましたが、なんとシーズン2では確定湧きではなくなってしまいました。シーズン2からはランダムで自販機が湧くので、自販機があるかないかも運ゲーです。監視カメラですが、チャプター5シーズン1では見つかると自分の場所がヘンチマンやボスなどに伝えられましたが、その機能が削除され、シーズン2からは自分の場所がプレイヤーに伝えられるようになりました。数百メートルほど離れていても場所が伝えられてしまうので、監視カメラはより厄介なカメラになってしまったかもしれません。前のシーズンでボスがいた街にはタレットがあり、見つかると大きなダメージを与えてきましたが、シーズン2ではそのタレットが削除されてしまっています。シーズン1まであったリッツィ・リベーラですが削除されてしまっています。とても綺麗な場所だったのですが、シーズン2では冥界に変わってしまい、真逆のとても薄暗く汚い場所へと変わってしまっています。シーズン1ではスネークが追加されるといったメタルギアとのコラボがありました。その時に追加された EMP ステルス迷彩ですが、シーズン2ではもちろん削除されてしまっています。この EMP ステルス迷彩は透明になり、敵にバレないように移動ができるといった武器でした。またこの武器と一緒に追加されたミシックの段ボールも削除されてしまっています。シーズン1で追加されたレゴモードですが、このモードのあるマップが削除されてしまっています。それがシーズン1の最後の方に追加された UEFN で作られたレゴのアスレチックのマップとレゴの船サバイバルのマップです。モード選択のマップを探す機能を使っても、この2つのマップは現在見つからなくなっており、おそらく公式により非公開にされています。今後この2つのマップは復活するようです。チャプター5であった照明がついたグラインドレールが削除されてしまっています。この照明がついたグラインドレールは落ちるときになぜか低重力がつかないため、多くのプレイヤーが落下ダメージで死んでいました。チャプター5シーズン1のトレーラーで一番衝撃的だったバリスティックシールドですが、シーズン2では削除されてしまっています。自分を守りながら攻撃するといった武器は今まで存在しなかったため、とても面白く、建築ができないゼロビルドでは多くの人がこの武器を使っていました。シーズン2ではあるフルーツが消えてしまっています。それがバナナです。ほとんどの人が気づいていませんが、消耗品の箱を開けてみてもキノコやココナッツは出ますが、バナナが出てくることはありません。これはなぜなのでしょうか。ピーリーが救われたことと何か関わっているのかもしれません。しかしこの登場しなくなったバナナですが、神のバナナが今後追加されるようで、シーズン2中にまたバナナを食べることができるそうです。神のバナナってなんだ。バウンティーボードがシーズン2ではなくなってしまっています。これは先ほど紹介したシャドウブリーフィングでバウンティーボードと同じようなことができるようになってしまったためだと思われます。シーズン2ではマイダスが削除されてしまっています。マイダスのスキンなどはもちろん使えますが、リプレイモードで冥界の開けることのできない扉へ行ってみると、なんと
金のリブートカードが存在しています。これはマイダスのリブートカードのようで、現在マイダスは死んでいる状態になっています。シーズン2のマップにはチャプター2シーズン2のボスたちなどマイダスに関連しているようなキャラクターがたくさんいるため、シーズン2中にマイダスを復活させるクエストが行われると思われます。もちろんね、クエストが来たら動画にしようと思うので、マイダスをね復活させたよって人はね、チャンネル登録と通常ねオンにしておいてください。お願いな。シーズン1で突如復活したアンビルロケットランチャーですが、シーズン2で削除されてしまっています。シーズン1で追加された SUV やスキンを変えることで使えたランボルギーニに撃って破壊するのが本当に非現実的で楽しかったです。なのでこの武器が消されてしまって僕は悲しいです。チャプター2で追加されたクレイトスですが、なんと修正が加えられています。修正前は少し睨みつけているような真剣な顔でしたが、修正後は怒っている顔に変更されました。シーズン1で追加されたロックオンピストルですが削除されました。シーズン1では武器にアタッチメントやスコープをつけることができましたが、ロックオンピストルには何もつけることはできませんでした。このように新機能を活かせないと判断した運営が削除を決めたのかもしれません。シーズン1であったハイパーサブマシンガンですが削除されました。ハイパーサブマシンガンは僕のようなご漁師マンからするととても有能な武器で、バレリアを倒すことでミシック武器も入手することができましたが、シーズン2では新たな SMG に置き換えられて削除されてしまいました。ちなみに新しい SMG もご漁師ができるんで最高。ハイパーサブマシンガンとともにエンフォーサーアサルトライフルも削除されました。シーズン1中に追加されたエンフォーサーアサルトライフルですが、あまり人気ではなかったのかシーズン2になって消されてしまっています。最初にも紹介した通り、シーズン2では翼が追加され移動がとても楽でしたが、シーズン1にも移動を楽にしたアイテムがありました。それがグラップルブレードです。このグラップルブレードは立体機動装置のような武器でしたが、実際使ってみると立体機動装置とは異なる操作方法でした。しかし翼の追加により削除されてしまいました。シーズン1にはグラップルブレード以外にも移動アイテムが追加されており、それがクラッシュパッドジュニアです。このクラッシュパッドジュニアは多くの人から面白いアイテムだと称賛され、大会などで使用されているのも見られましたが、おそらくこれも翼の追加によって削除されてしまいました。しかしこのアイテムから運営はヒントを得たのか、シールドバブルジュニアというアイテムが今後追加されるようで、とても楽しみです。チャプター4シーズン4で追加され、一旦消されてチャプター5シーズン1の途中で帰ってきたビジネスタレットですが、またしてもシーズン2になると同時で削除されてしまいました。さあ、ということでシーズン2でね消された要素でしたが、皆さん多分一つぐらいは、知らないね要素があったのではないでしょうか。知らないね消された要素があったよって人だったり、最近ねちょっとこういうスタイルの動画も増やしていけるんですけど、みんなはどう思ってんのかなっての知りたいんで、ぜひちょっとコメント欄で良かったか悪かったかね、こういう動画もっと見たいかとか、ちょっとぜひ書いてください。そしてね、もうすぐでチャンネル登録者数がね、90万人って100万人のねちょっと壁が、もう見えてきて、もう登りきれるねところまで来れるので、ぜひねチャンネル登録して通知もねオンにして、次回のね動画も絶対にねまた見てくださいね。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。